こんにちは、フルートの立花です。今日はブリッジアルティキーの練習の仕方についてです。前回はブリッジアルティキーの機能について説明しましたが、今回はその使い方を覚える練習方法や実際の曲の中での使い方について解説します。ブリッジアルティキーを使う上で大切なのは、曲の中でそれを押さえる部分と通常のハーのキーを押さえる部分を明確に決めることです。そのオン・オフの記号として、ジャパンフルートクラブから出版されているアルテやケーラーのエチュードでは、十字の印と丸の印が使われています。十字の印が使われているところからはブリッジアルティキーを押さえ、丸印がついているところからは通常のハーのキーを押さえます。まずはこういったエチュードを通してどのようにブリッジアルティキーを使い分けるか把握しましょう。丸印がついている部分の C フラットにはアイスレバーもしくは F のキーを使います。音響学的にはアイスレバーを用いた方が正規の音質となります。 F のキーを用いてもそれほど音質の差はありませんが、塞がっている穴が多くなるため、設計上想定している C フラットよりも若干低くなることを覚えておいてください。フレーズによっては左手親指を押さえた状態でスライドさせ、ブリッジアルティキーのオンオフを切り替える必要があります。曲の中で用いるときはどこでブリッジアルティキーをオン・オフさせれば効率が良いかを考えて、決めたら楽譜に先ほどと同様の印を書き込むようにしましょう。動画の中で使用したケーラーのエチュードなどはこういった練習にとても有効ですので、ぜひ活用してみましょう。ではまたお会いしましょう。